モンレアルは、フランス、奥下にー地域圏、ジェール圏のコミューン。モンレアルイコールドゥジェールとも呼ばれる。郊外から見た、モンレアルロットイコールイコールがロング圏、ランド圏との県境に位置する。オズエカーウガンの傾斜にあり、谷の両側にある二つの丘を占めている。コーアルマニャック、テイアルマニャックの中間にあり、テナレーズ地方の中心地である。モンレアルは、 サンティアゴでコンポステーラのジュンレロ、ポディエンシス道都城の町で、フララン修道院からローラへ向かう方向にある。セビアックの西、わずか数キロメートルの丘の頂上の、線はなだらかで、アドゥール川とマロンヌ川流域とを分離しており、ジロンド川川口から、ピレネー山脈へは河川を横切ることなく達する。これが、テナレーズ地方で、新石器時代の人口移動が行われた、古い道である。 銅は、ローマ時代から中世にも用いられた。かつてのテナレーズは風車で覆われていた。今日では、テナレーズという地名は上流種アルマニャック生産の中心地域を指す名称として用いられている。テナレーズは10万5330ヘクタールの面積に及ぶ。ブドウを除けば、穀物や採油植物の栽培が行われている。 モンレアルは東西に伸びる非常に規則的なバスティットを持つ。バスティットは古典的なグリッド状が尊重され、通りや工事は三方の角が囲まれた中央部の広場につながる。モンレアルの街は典型的なバスティットとして13世紀に建設された。ケルティベリア人のオピルムがかつてあった。 オズエ川を見下ろす岩の路頭の上である。モンあアルはガスコーニュにおいて古くに建設されたバスティットの一つであり、現在のジェール県においては最古のものである。1255年3月30日、ルイ・セオーの弟アルフォンス・ド・ポワィエによってバスティットは作られた。彼は1229年にトゥールーズ博及びアジャン博レモン世の唯一の相続人。 ジャンヌ・ド・トゥールーズを妻としていた。アルフォンスの進化の一人で、アジャン・白領の出事状、ギオーム・ド・バニオルは、1255年春に自ら、バスティットの場所を選定した。そして、ゆっくりとガス購入に、総試験を及ぼし始めていた、カペ王家の栄光を示す、モンデアルと命名した。初期には、トゥールーズ・白領の一部であった、モンデアルは、 フィリップ3世紀の治世になって、ラングドック全体と共に王領に併合された。王立裁判所は、コンドンにあるセネシャル領に依存していた。国境上にあるため、モンレアルは2世紀間にわたって、フランスとイングランドの敵対関係に巻き込まれてきた。1279年にはいくつかの都市と共に、ギュエンヌ公を兼ねるイングランド王の支配下に入った。1324年に、 フランス領に復帰するが、百年戦争中の1360年に、再びイングランド領になった。モンレアルは二つの国の間で引き裂かれ、頻繁に両国の中東地が入れ替わった。1565年7月26日、モンレアルをシャルル9世が訪問した。ユグノー戦争中の1565年、ユグノー側指揮官モンゴムリハクは、ジャンヌ・ダルブレの命令で、 モンデアルに火を放った。現在でもフランス革命時代に破壊された街の防衛設備が残っている。モンデアルはかつて、モンデアルイコールアンヤジャネ、または、モンデアルイコールアンコンドモアと呼ばれていた。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降 INSEE、モンデアル経済はその多くが地元製品の生産や売買で成り立っている。モンデアルでは、 缶詰製造、パイ、フォアグラ、コンフィ、蜂蜜、ワインのコートドガス購入、アルマニャック種が有名である。モンデアルはフランスの最も美しい村に登録されている。ありがとうございます。